予想やました直前解説、今週は阪神大商店です。よろしくお願いします。なんかねストアありそうでさ、はい、ちょっとこれで動画無駄になるかもしれないからテンション上がらないんだけどちょっとやります。はい、はい、まずお知らせです。はい、はい、ラジオ出演のお知らせです。はい、明日ですね22時半より FM 品川のジャンワラにマスターがゲスト出演します。ね、これジャンワラね、なんかあのうちの麻雀チームのピンフちゃんという子が主催でやってる番組なんだけど、うん、MC がねこのほら、はい、RG さんで、RG さんと対談したっていう動画なんでね、YouTube でも上がるんで、はい、ぜひ11時から上がるんで見ていただければ、これ2週連続なんでね、今週と来週やるんで、ぜひ見ていただければなと思います。はい、そして今週もですね、生まれん予想大会を行います。そうね、これね、今週も簡単じゃないかね。なので、うん、ただ競馬やるかどうかわかんないけどね。はい、というところで、ね、5人に当たるんで、ぜひね、YouTube のコメント欄と、私のリプライ、Twitter のリプライにですね、うん、生まれん1点書いていただいて、当たった方に、キャッシュバックしますので、ぜひ、バンバン応募してくださいね、というところですね。はい、はい、それでは出走馬見ていきます。はい、14頭立てですね、非常にね、まあ、あの力差がはっきりしたメンバーということで、はい、やっぱりねボルドグフーシュが断然人気になって、はい、ジャスティンパレス、ディープボンドの3頭でかなり人気が偏るのかなという感じがします。でね、実際 MTP も、ちょっとねボルドグフーシュこそ隠れているものの75円なのは、はい、ジャスティンパレスと74とディープボンドの73ということで、まあ、それ以下がねあの3レポケットが69円でかなり、ね、ポイント差があるので、はい、まあ、これがねボルドグフーシュがどのぐらい高く出てるかというところは一つポイントではあるんですが、まあ、この人気馬がやっぱり強いという形のレースなのかなというふうに思っております。はい、それでは過去の3勝レース見ていきたいと思います。はい、まずは去年の阪神大商店です。はい、まずですねこれディープボンドが勝ったレースです。でディープボンドはね後位の外目から抜け出しての勝利といったところですね。あの着差こそね4分の3馬身差でアイアンバルーンとそこまで差ないじゃんという感じなんですが、はい、ただねこの時はやっぱりちょっと前がかなり遅かったので、でそういう意味で言うと前が遅かった流れをきっちり差し切ったというところで評価に値するのかなと思います。でアイアンバルーンはね2着なんですが、やっぱりこの時は楽に先行する展開に恵まれたので、この内容だけを見ればやっぱり着差以上の能力差があるという見方でいいのかなと思います。あとね下で言うと5着にユーキャンスマイルあたりがいるんですが、まあ、馬込みの中でこれ5着なので、でこの時よりねやっぱりちょっと衰えも見られて、今もう明けて8歳なので、そういう意味で言うとやっぱりこの前回の阪神大商店を見ると、去年の阪神大商店を見ると、このメンバーではちょっとディープボンドが力が1枚も2枚も抜けていたという内容なのかなというふうに思っております。続きまして天皇賞春です。はい、天皇賞春ですね。タイトルホルダーが7馬身差で圧勝したレースです。でこの日はね、まあ、このタイトルホルダーが逃げて勝ったように、実はかなり極端にインコースが有利な馬場状態でした。で帝王ロイヤルもね、うちのインの3番に行った馬が3着だったように、内側通ったもね、あとこれ1番かな。でこれで、ディープボンドがね外枠だったこともあって、後位の外目から、流れには乗っていたんですが、やっぱりねあのババが内側有利なババの分、ちょっとタイトルホルダーに離されてしまったと、並ばしに離されてしまったといった内容です。ただねあの着差ほど外枠だったこと、かつ1周分、まあ、のすごい外ではないんですが、ちょっと外を回らされたことを考えると着差ほど能力差はないという見方でいいのかなと思っております。あとアイアンブローズもねこの後ろ同じような位置を追走しての5着なので、やっぱり、ね、これ さっきとね阪神大商店より差が広がったのは、やっぱり阪神大商店はどちらかというと前残りの展開に恵まれたというのがこれで分かるのかなという感じがしています。なので、まあね、この阪神大商店と去年の天皇賞春2つを見ると、やっぱりこのメンバーではディープボンドだけをね、基本的にはディープボンドが1枚上という見方でいいのかなというふうに思っております。続きまして神戸新聞杯です。はい、神戸新聞杯ですね、ジャスティンパレスが勝ったレースです。でこれもね実はねかなりインコースが有利な日でして、はい、そういうのもあって、4,5 番手のインコース後位のインで流れに乗って直線もね内目を、突き抜けたといったジャスティンパレスが圧勝したレースでした。まあ着差ね3馬身半なんでね、そういう意味で着差は強いんですが、ただ一方でこのインコース有利な馬場に恵まれたよねっていう感じはしております。でね、この2着にねヤマンジェストで人気のない馬が2着に来ていたりとか、内を通った馬が上位を独占した中で、はい、このボルドグフーシュはね1枠だったんですが、早めに外に出しての3着といった内容で、これ、ね、実はこの後の菊花賞とかの解説でもしたんですが、はい、やっぱりこの着差はこんだけあったんだけども、レース内容としては極端にインコース有利の馬場でこれだけ大外を回っての3着なので、そこまで能力差がない、むしろボルドグフーシュが逆転してもおかしくないよねっていうところがこの後のレースで証明されたというところです。なので、まあ、一つはねだから今回ボルドグフーシュの方が圧倒的に人気になるんですが、ただまあレース内容こうやってね展開のとかババの助けがあれば、ジャスティンパレスも逆転可能というのはこういうところを見ればわかるのかなという感じがしています。続きまして菊花賞です。そうですね、これは続きですね、ボルドグフーシュとジャスティンパレスが この時は逆転したと。でちょっとねペースが早かったんですね、菊花賞はこの時で早かったこともあって、アスクビクタームアが早めに抜け出してなんとか粘り込んだんですが、これはまあ非常に強い内容だったかなと思います。で、後ろからで
ジャスティンパレスはね、大外枠だったんですが、うまくね、内目に潜り込んで、後位から競馬を進めての3着と。で、ボルドグーフーシュは、ここにね、ちょっと 2列ぐらい後ろにいたんですが、この、で、直線でね、外に早めに出した分、やっぱりこの日もね、インコースがかなり有利な馬場状態だったことを考えると、はい、コース取りの差で言えば、やっぱりボルドグーフーシュの2着の方が強かったよねと。ただ、さっきお話しした、アスク・ビクター・モアが早めに先頭でかなり、早い競馬の、力勝負比べになったことを考えると、前に行った分、ジャスティン・パレスもそこまで差がないよねという内容ので、まあね、さっき、お見せしたように、神戸新聞杯では、ジャスティン・パレスが、先着してるんですが、はい、まあ、この神戸新聞杯で今度逆転したように、基本はね、ちょっとだけ、やっぱりボルドグ・フーシュのが強いという見方でいいのかなと思います。ただ、お話ししているように、展開とか、ババヤに、トラックバイアスに恵まれれば、ジャスティン・パレスも逆転可能な能力者というところですね。で、この後で4着以下がかなり5馬身離れているように、はい、まあ、この菊花賞組ではこの上位3頭が抜けていたというのが分かるレースかなという感じがしています。続きましてアルゼンチン共和国杯です。はい、これね、この時もね、なんかさっきからね、インコース有利な馬場がついてるレースが多いんですが、はい、ブレイクアップが後位のインから流れに乗って、押し切ったといった内容です。で、なのでやっぱりこの前が有利で内側が有利な馬場状態を生かしての勝利なので、そこまでね、これはハンデも54キロで恵まれていたんでね、はい、やっぱりこれもブレイクアップに関しても、やっぱりちょっと、展開に恵まれている勝利なので、この勝利だけで、課題評価は禁物かなといった内容だというふうに思っております。続きまして、ステイヤーズステークスです。はい、ステイヤーズステークスですね。まあね、このメンバーからは、アイアンバローズとかが出走してくるんですが、まあね、アイアンバローズは2番手追走で楽な展開で、これ開幕週の馬場なので、これもこの日もね、内側通った馬がね、実は上位を独占するといった展開だったんですが、だからそういう意味だと、このディバインフォースっていう外回った馬が一番強い内容で、はい、で、2番手追走のアイアンバローズもね、この内容だとすると、ちょっとやっぱり今回のがメンバーが強いので、まあこれね、ほんとね、このシルバーソニック、プリムドールあたりなので、はい、まあ、そう考えると今回の G1 を目指すぐらいのレベルに入ると、まずそもそもステイヤーズステークス組がレベルが低かったよねと、はい、でアイアンバローズは、この2番手追走での4着なので、うーんという感じで、メロディーレーンはね、もっとね、後位のインの一番最高の絶好やしての5着なので、これはちょっと力不足だよねというところだと思います。はい、ただね、メロディーレーンね、すごくちっちゃくて可愛い馬なんでね、大人気なんで、ちょっと頑張ってほしいなという感じがしますね。はい、続きまして有馬記念です。はい、有馬記念ですね。これボルドグフーシュが2着だったレースです。まあ、一つはね、イクイノックスがもう力の違いで圧勝したと。うん、はい、で、ボルドグフーシュもね、非常に力をつけてるなというのは後方にいて、早めにね、まくりながら、まくっていっての2着で、3着以下ね、ジェラルディーナあたりを離しているので、そういう意味で言うと、これは強い一戦だったかなと思います。で、一方ね、ジャスティン・パレスは、好意の意の絶好意を推奨したんだけども、伸びずに7着というのを見ると、少しね、この内容を見ると、ボルドグフーシュに、レース内容としては離されてしまったのかなという感じがしています。ただね、ボルドグフーシュ、さっきからお話ししたように、もう、いつも後ろから行くタイプなので、後ろから行って前がね残るトラックバイアスになった時には少し足を余す心配はあるんですが、まあね、もう今のね絶好調のね川田なんでね、はい、本当川田が乗ると何でも勝つみたいな感じになっているので、そういう意味で言うと、まあね、人気通りになる可能性はかなり高いのかなという感じがしています。あとね、ディープボンドが出走してきてるんですが、はい、この時はね、この馬ね、なかなか枠順に恵まれないまでまた大外枠を引いてしまって、一周外を回ったことと、やっぱり外枠だったこともあって、はい、早めに出しに行ってしまった分、早めにイクイノックスにかわされて厳しくなってしまったので、そういう意味で言うと、展開次第では、ここまで負けるまではないかなと思います。なので整理すると、まあ確かにね、ボルドグフーシュちょっと抜けて強かったよねっていう一戦なんですが、この負けたジャスティン・パレスとディープボンドあたりも、そこまでね、着順ほど悲観する必要はなくて、展開次第では、もうちょっとボルドグフーシュに迫ってもおかしくないという見方でいいのかなというふうに思っております。続きまして、将来ステークスです。はい。ゼーゲンが勝ったレースです。はい、これもね、実はね、この日もね、結構インコースが有利な日で、うん、この内側通ったまま2着だったりするんですが、はい、ゼーゲンは、それのね、内側有利な馬場状態を外から回って差し切ったという非常に強い内容だったので、これ長距離適性示したかなという感じはしています。はい、ただね、まあ、長距離適性示したものの、さっきから言ってるように、はい、まあ、有馬記念組とか、G1 でもね、上位に走ってる組が、相手だとすると、まあ、このメンバー、さっきのね、ステイヤーズステークスと同じぐらい、まあ、もっと低いかなというぐらいレースのレベルが低いので、この強さだけで今回のメンバーに入るとどうかなという感じはしています。ただね、 8歳でね、この、はい、この特別を勝つのは立派なことかなと思っております。
はい、それではマスター、展開はどうなりそうでしょうか。そうですね、ちょっとね、一応ね、アフリカンゴールドが先手を取るかなと思ってます。で、うちからね、早いまでとブレイクアップあたりもそこそこ早いので、まあこう11が逃げて2番手に、まあ外、また外枠いったらディープボンドが出していくかなと思うと、このような流れで、でディープボンドが早め先頭で押し切りを狙ったところに、人気の、はい、ボルドッグフッシュがどこまで迫れるかといった、レースになってくるのかなというふうに思っております。はい、それでは一つずつ解説お願いします。はい、1番ボルドッグフッシュね、これね、本当菊花賞も強い内容の2着、ね、コースロスさえなければもしかしたら勝っていたといった内容です。で、有馬記念もね、大外分回しでイクイノックスに離されたものの、きっちり2着を確保ということで、非常に力もつけているし、スタミナ比べも得意なので、かなり好走する可能性は高いかなと。唯一ね、不安だとすると、はい、やっぱり前行けない客室なので、極端に前残りの旋回になった時に足を余す心配はあるんですが、はい、まあね、もう勝ちまくる川田なのでね、なんかまあ普通に乗ると来そうかなという感じがしますね。2番ユーキャンスマイル、うん、これもね、もともとこれも長距離得意なまで、能力差はなかったんですが、やっぱね、一時ほどの、走りはできてないのと、やっぱね、それも例年よりもメンバーが強いと思います。なので、はい、今年のメンバーだとちょっと、苦しいかなという評価でいいかなと思っております。3番ジャスティンパレス、ちょっとね、有馬記念を見ると好意の因で伸びきれなかったところを見ると、ボルドグフーシュに差をつけられたかなという感じはするんですが、ただね、冷静に振り返ると菊花賞もね、まあ、外を回った分ボルドグフーシュの方が確かに強いよねって見方はできるんだけども、はい、ただね、好意から競馬を進めたその厳しい流れで前行ったことを考えると、そこまで大きな能力差はないよねと。でもうちょっと振り返ると、神戸新聞杯も、ボルドグフーシュに勝ってるよねって見ると、ボルドグフーシュが断然人気で、ジャスティンパレスがちょっと人気落ちる、まあでもルメールだから人気になるかなというところを考えると、まあ、そこまで差がないという見方、逆転可能な能力差だとは思っております。4番サンデーポケット、これね、本当いつかね、ちょっともうちょっと走るかなって感じはするんですが、はい、ただちょっと今回の条件が厳しいのと、やっぱジャスティンパレス、ボルドグフーシュ、ディープボンドの3頭が強いので、なんか今回も負けて、もうちょっと人気落としてどっかの G3 あたりとか G2 あたりでちょっと狙ってみたいなって今だと思っております。5番名勝天元、そうね、まあこれもちょっと成績見るとね、ダイヤモンドステークスで通用しないあたりを見ると、まあ今回のメンバーでは苦しいという見方でいいかなと思っております。6番ノーチカルチャート、まあこれはね、地方馬なんで苦しいでしょう。はい、次も行きましょう。はい、7番ブレイクアップ、ブレイクアップね、アルゼンチン共和国が勝ってるんで実績的にはそこまで差がないんですが、ただまあ有馬記念ね、2番手追走で失速したように、やっぱちょっと力勝負比べになったら分が悪いと思ってます。なのでこの馬がね、ちょっと来るためには、このインの3番手の絶好位に入ってスローペースでインコースが有利な馬場でみたいな、かなりの展開の助けがあって、どこまでといった感じかなと思っております。8番アイアンバローズ、まあこれもね、ちょっと力的には去年よりもメンバー強くなってるので足んないかなという感じがするんですが、はい、まあ、一応去年の2着までスタミナもあるタイプなので、去年のように楽に先行して前残りの展開の時にその力がある、ジャスティンパレス、ボルドグフーシュ、ディープボンドあたりがちょっとしくじった時にどこまでといった感じかなと思っております。9番ゼーゲン、うん、前回見ると長距離適性は示したよねっていうところはあるんですが、たださっきお話したように、やっぱ弱いメンバー弱かったかなと思うと、今回のメンバーでは苦しい。なので、まあ、この馬が来るためには、まあ、スタミナ比べの、スタミナ勝負になって、差しが届く展開になった時に、ただまあそれ来るときはボルドグフッシュ来てるよねっていうところになると、まあ、ゼーゲンが来たところで安いからあんまり買うところでもないかなという感じもしています。10番メロディーレーン、ね、これね、すごいちっちゃな馬でね、本当それで今村聖奈ジョッキーが乗るんでね、応援したくはなるんですが、まあちょっとね、はい、予想としては買わなくていいと思うんですが、頑張ってね、8着以内には入ってほしいなと思いますね。11番アフリカンゴールド、うん、これが一応逃げを打つと思うんですが、まあ、最近の競馬を見ると、まあ、逃げてもちょっと苦しい競馬になる可能性が高いかなと思っております。12番白に、そうですね、これもね、白いまでね、結構人気があるタイプなんだけれども、ちょっと今回のメンバーでは苦しいかなというふうに思います。13番ディープボンド、うん、去年の勝ち馬でね、当然ね、この長距離の適性を考えると、はい、構想する可能性は高いかなという感じはするんですが、ただね、ちょっとやっぱ勢いのあるね、ボルドグフーシュに対してはちょっと分が悪いかなという感じがあります。なので、後位から流れに乗って、ボルドグフーシュが後ろで足を余した時に勝利になればいいなという乗り方をするのかなという感じがしています。14番アケルナルスター、まあそうですね、外枠ですし、まあメンバーも強いですし、今回は苦しいかなという見方でいいと思います。はい、
はい、以上14頭となります。それでは最後に見解をお願いします。まあね、基本的にはボルドグ風習、サンレイポケット、ディープボンドのね、さっきの人気3頭、 MTP も抜けてる3頭がちょっと力違う感じがするので、はい、この3頭で決まる可能性が高いかなと思ってます。で、馬券的にはちょっとあまり買うとこがないと。で、まあ唯一ね、なんか買うとしたら、他に買うとしたらね、あのブレイクアップアイアンバローズの前残りとか、まあ好意のインを走りそうな4番のこのサンレイポケットあたりぐらいしか買うとこないんで、まああんまり馬券買わずに、まあ、で、外で中心になるのも嫌だけどね、はい、あのでもまあ中心にならなくてやっても、あまり馬券はこれは買わなくていいですから、というふうに思っております。最後、はい、馬連1点予想お願いします。私もちょっと人気どころで、はい、1番のブログ、ボルドグ風習から4番のサンレイポケット。あ、でもそれは4番意外とつくと思うよ。あ、本当ですか、うん、まあでもあれか。多分、川野だから、ボルドグ風習が単勝1点何倍つかないから、まあそう考えるとあんまり馬券的には、あの、妙味がないので見送りかなという感じがしています。はい、以上、今週は、阪神大賞典の直前解説をお送りしました。この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次週お会いしましょう。